はい、こんにちは。飛球建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住の本橋です。今日はですね、プロが教える家を買うなら戸建てかマンションかどっちっていう話です。戸建てとマンションどっちを選ぼうって悩まれてる方もいるかとは思います。まあ、最初のこのどっちシリーズの最初の動画では賃貸と持ち家どっちっていうのは賃貸よりは買えるんだったら持ち家の方がいいよっていう話をしました。で、中古か新築かどっちっていう話は、選ぶ物件によります。価値のある物件を選べば、新築が絶対いいってわけではない、中古もちゃんといい物件もあるよっていう話をしました。じゃあ、戸建てとマンション、どっちがいいのっていう話は、まあ結論から言うと、これもどちらでも良いんですよね。その人に会えばいいっていう話と、あとは、まあ、いろんな情報の中で、マンションの方が絶対いいよっていうような間違った情報とか、戸建ての方が絶対いいよっていう間違った情報を、それで影響を受けないで、本当に自分に合った住宅を手に入れてほしいっていうところが、この動画の大事なところかなと思います。さらに、私のこれから伝えることは全て主観ですので、これが絶対っていうわけではございませんので、それだけはご注意ください。まずは、戸建て派の考え、意見っていうかですね、私なりに考えたところですが、私自身は戸建て派ですからね、何かっていうと自由度っていうかですね、建物の外壁を自分で塗るのも、床を磨くのも、玄関ドアをメンテナンスするのも全部自分でできるっていうことですかね。お庭をいじったりとか、まああんまりいじらないんですけども、基本全部所有物なので、自分の自由にできますよと。あとは、共同生活が嫌いっていう、まあこれは、マンションだから共同だっていうわけではなくて、戸建てでも、地域、近隣の方との共同の生活があるので、なんとは言えないところなんですけどね。まあ、性格上っていうところですかね。私は、エレベーター恐怖症っていうのがちょっとあって、エレベーターを待っている時に他の人が来てしまうんじゃないかとか、一緒に乗っている時の、ちょっと、なんとも言えない感じが、ちょっと嫌いなんですよね。そうすると、高層マンションって住みづらいな、私はっていう考え方が、戸建て派の人にいるのかもしれないですね。それはそれでいいのかなと思います。広い。広いってわけではない。戸建て、マンションでも広い物件もあるし、ただ戸建てに一番あるのはお庭ですよね。お庭が必要ないっていう人はマンションの方が良いんじゃないかなって私は思うし、お庭がない戸建てに住みたいっていう方は、なんとも微妙なところになってくるのかなっていうところですかね。維持管理費がない。ないんです。現実的にないんです。誰かに請求されるわけではないんですが、まあ必ず必要にはなってくる費用ですよね。騒音や足音で気を使わないっていうのもありますが、マンションに住んでいて、お子様の足音でクレームが出て、住みづらくなって、戸建てに住み替えたっていう方も実際にいます。逆に、戸建てに購入したんですけども、欠陥住宅じゃないかって相談が来たお宅は、お隣の足音が聞こえるっていうんですよね。戸建て住宅で。建て売りだったんですけども。まあ、戸建てでも、近隣とすごく接近していたり、その建物の性能によっては、隣の音聞こえますよねっていうとこですけどね、戸建ても。マンション派の意見としては、コンクリート造で丈夫で安心って思ってる人が結構多いと思う。地震にも強いしとかですかね。それは本当ですかねっていうところなんです。ここが重要かな、マンション派の方の意見としてね。価値が落ちにくい。価値が落ちにくいっていうのは、マンションの価格構成は建物の比率が高いんですよね。土地は区分所有法で、全体で共有されているんですが、マンションの場合、価格形成が建物に比重が大きいんですね。で、その中で、価値が落ちにくいっていうイメージがつくんですが、まあ、それはそれで、
良いかなと思ってます。で、これからの日本は土地だけ、土地神話という形ではなく、建物の価値を戸建てでもマンションでも見出せるという中で言うと、マンションの方が先を行っているっていうところです。管理人さんがいて安心っていうと。まあ安心っていうか便利とかですね。安心材料にはなりますよね。ただ、この費用は必ず自分が払っているっていうところも重要なとこかなと思います。メンテなどは管理にお任せしとけば安心というか手間がない。まあ家は住むものなので、それ以外住んで問題なく暮らせればいいんだよっていう方は、マンションの方が、まあ、その壁、外壁どうしたらいいのかとかっていう悩みが少なくはなるとは思うんですよね。ただ、この管理組合に所属して自分もいるとは思うんです、マンションを購入した方は。だけど、そこに、利権関係が生まれて、うまくいかなくなってしまうマンションもあったりもするので、その管理組合の状況とかが、しっかりとしていかないといけないところかなと思います。防犯上も安心。これは、戸建てよりマンションの方が、窓が少ないっていうところで安心材料になるっていうだけかなと思います。まあ高層マンションだとさすがになかなか入りづらいんですけど、オートロックは簡単に突破できますよね。もしくはマンションって必ずオートロックメインの入り口だけじゃなくてバックヤードっていうか、避難用の通路があったりしますので、そこら辺の防犯上がどうなってるのかなっていうのも、マンションを購入する場合は確認をする必要性があるのかなと思います。じゃあ、どっちがいいのっていうか、どっちの方が強いのとかですね。そういうところで言うと、何年持つのっていうところで言うと、戸建てよりマンションの方が長持ちするっていう可能性はないと思います。どちらも、まあ、基本的に100年ぐらいはちゃんと作ると持ちます。マンションの構造体なんかは、100年以上は十分持つんですけども、あとは先ほどの設備の関係とか、まあ実際に適切に建てられているマンションであれば良いっていうところもあるし、戸建てもちゃんと構造的にしっかり作られているものであれば長持ちしていくのかなっていうところですかね。大地震にどっちが強いのっていうんですけども、例えば、性能表示っていう、住宅の性能表示っていうのがあって、その中で言うと耐震等級1から3っていうのがあるんですね。1は基準法の1倍、2が 1.25 倍、3が 1.5 倍っていうような、性能表示をするんですけども、木造で耐震等級3を取るのは意外と簡単なんですが、マンションで耐震等級3のマンションって聞いたことがないです。それほど、マンションでの基準法上の強度を 1.5 倍に上げるのってとても難易度が高いんです。まあ耐震等級が高いから即大地震に強いっていう意味合いではないんですが、その分で言うと木造の方が耐震強度を上げやすいっていうのも事実は事実なんですよね。資産価値はどっちがっていうところで、まあ戸建てには土地がある。まあ、日本の土地神話からすれば、土地は必ず、劣化して減るようなことはないですよね。何かそこが大きく亀裂が入っちゃうとかっていう以外は、土地は必ず資産を若干落としても残り続ける。何にもしなくても。というか、観点からすると、長期的に言うと、戸建ての方が有利なのかなとは思うんですが、マンションは先ほどの建物資産をちゃんと見れるっていうところが重要かなと思っています。メンテはどっちがかかるっていうんですが、維持管理として算出していくと、マンションは共用部を、修繕積立金という形で、例えば80平米ぐらいのマンションだと、1万5千円から2万円ぐらいの月々の、修繕積立金をっていう形のが多いかなと思うんですね。まあマンションによってとてつもなく修繕積立金が必要なマンションもあれば、
本当に全然かからないようなマンションもある。そこの選び方も重要かなと思うんです。修繕費がすごくかかってしまう、今後かかってしまう可能性があるマンションを選ばない方が得だよなっていうところですかね。戸建てに関しては、誰かに取られるってわけではないんですが、マンションと同じ以上に、外部で言うと月々2万円ぐらいの、まあこれも使用、外壁とか屋根の使用によって変わりますけども、かかります。で、どちらもこれにかかっていないのは内部のものなんですよね。内部。お風呂とか、キッチンとか、壁紙とか、床とか。そこら辺がどれぐらい持つものを使うのかっていうのは重要なものかなと思っています。近隣との関わりですね。先ほどの話であったようなマンションでも、マンションですと足音とか、もうすぐに壁一枚で接してる形ですからね。関わりは重要ですが、戸建てでも、境界線の争いとか、近隣同士仲悪くなっちゃうっていうことのないような、暮らしがいいのかなと思ってます。後半も先ほど言いましたが、マンションの方が良いっていうわけではない。っていうと、全体で見るとですね、どれも、ちゃんと選ぶものによって差がないっていうところです。マンションの方が絶対に大地震が強いんですよっていうわけではないし、マンションの方が長持ちするってわけではないっていうところです。まあやっぱり結論としてはどっちでもいいんです。マンションで言うと可能な限り私の考えだと低層なマンションを選ばれた方が良いかなっていうところはあるんですけど、構造的に建築的にですね。あとメンテナンスのかかり方っていうのはエレベーターの数だったり機械式駐車場の数だったり、そういうもののメンテナンスが意外と更新するのにすごいお金がかかるので、その量とかですね。低層ですと、エレベーターがないマンションだと、その費用って全くかかんないとかですね。そういうところがあったり。戸建てですと、動画でいろいろ説明してますけど、資産価値が残るような照明を取っていくっていうところ、もしくはそういう家を選んでいくっていうところが大事かな。買ってしまってはダメな家を、とにかくどちらでもいいんですが、買わないことが重要かなと思っています。はい。今日は、戸建てかマンションか。まあ、どちらでもいいっていう話になってしまうんですが、マンションで言うと、区分所有法っていわゆる法律があるんですが、その中で建て替え決議とかで、まあ、いろいろこれから建て替えををするとなると大きな障害が出てくる可能性はあるのかなっていう部分もあるんです。ただしそこで選ぶこととしては、区分所有で、得ている土地の面積を算出してみるのも一つのマンションの価値の形成の一つかもしれない。できるだけ、自分が購入する一個の、部屋の土地の面積がどれぐらいあるのか。まあ、これが一番結構多いのが団地型のマンションなんですよね。団地ってすごい広い土地の中に 3階建て、4階建て、5階建てぐらいの壁式の RC、コンクリート住宅で建てられていることが多くて、低層であるっていうことと敷地が結構広大であって、1個あたり土地に一個あたりの土地の所有物が大きいっていうと、意外と価値が出ているっていうところも実はあります。戸建てに関しては、まあ土地の資産を落とさないものをまず土地の部分を選んでいって、建物の資産を、落とさないための、いろいろな仕組みをできる限り使っていくっていうところで、今後資産価値を維持していければいいのかなと思って。今日は以上になります。ありがとうございました。